った。遅れよ、これ。3時。あ、傘ないな。傘。結構降ってんね。うん。じゃあ泊まるなら AK サウナにしてなんで俺もうラブホにそんな金で出すよ出すよじゃないのしかもあれで男同士で確か高くなかったっけえ泊まれないの泊まれないでしょ男同士は確かえ、まあ、どっか泊まれたけどそうどっか泊まれたのこれ3時まで入れるかねゼロうん3時までああ、IK ジロ響きうるさいよ俺響きうるさいよ笑うんだけどキャサリンと寝ればパル。キャサリンと寝たらやばいでしょ。気をつけてね。またね。ありがとう。くるちゃんどうしよう。くるちゃん。うん。くるちゃん帰ってくるって。冬どっちがいい？一人になりたい。空いてるめっちゃ。ビップルームだ全部くるみ一人になりたいくるみを尊重するよあ安いとこあるいくら1万3000円パルちょっと待って11時までいいですか。ごめんなさい、男性には AK、いや、ホテルに泊まろうって言われてるけど男性ダメだってうん男性2人ダメなの男性2人はダメなんですかなんでダメなんですかラブホテルだからですラブホテルってなんで2人ダメなんですかなんで2人ダメなんですか男…ごめんなさい、一応男と女しかダメなんですね男同士だとなんか問題あるんですかわからないです。それはうちのルール。ああ、そうなんですね、はい。アナルプレイがダメってこと？アナルプレイ。一応女子同士で泊まれるらしいけどね、ここは。本当。男同士ってなんでダメなんだろう。どうしよう。まあいいや。じゃあね、食べ。じゃあどうするの？俺帰るよ。帰るの今から。うん。電車は？電車はわかんないけど。明日だってまた東京来るんでしょ、新宿。明日？今日。今日。パルだっていっぱい絡む人いるじゃん。なんなの？ねえ、パル。そこをちょっとはっきりさせてほしいよ。ゼロワンがいいの。よくないでよ。数ある中の駒の一つでしょ。笑ってる笑ってる。笑ってるよ。そんなないよ。ね？そんなない。だって今日だって血は喧嘩に付き合わせてるしさ。いや、楽しかった。楽しくないもん。明日の話申し訳ない。話にネタになるし、俺のだから、なんで俺をネタにするのネタになる明日何テロップ何にするのゼロワンゼロワンはホモってホモってなんだよそれやめたらもうゼロワンホモねえドタキャンとかさ、毎日やってるじゃん、テロップ嬉しい嬉しくないよ うんまあいいや、寝なありがとうね、ゼロワンまたねありがとうね。ありがとうございます。気をつけてね。またね。おやすみ。また LINE するわ。じゃあね。よしね。帰るか。確か始発がないんだよな、まだ。どうしようかな始発わかんないんだよな電車あるって言うてる本当じゃあ帰るくるちゃん寝てていいよ帰るから聞いて
ないよ。あれキャサリンちゃんじゃない？気づかないな。あれキャサリンちゃんじゃない？全然気づかないけど。全然気づかなかった。全然気づかなかった。え、なんで？ハルト行ったんじゃないの？いや、俺帰るから。あ、そうなんだ。駅までしょ。駅まで行く？本当？これは浮気になるかもしれない。ダメかもしれない。浮気じゃなくない？え、だってこれはね、ダメ。あのさ、じゃ 言うけどさ、私彼氏いるからね。え、彼氏ってもダメなの？ダメ。え、やば。うん、これはね、うん、やると同じことやられるから。彼女持ちの人とは遊ばれるから。そうなんだ、うん、そっかそっか。じゃあお疲れ。あ、ごめんね。厳しいね。うん、バイバイ。彼氏は どれぐらいの人なの？どれぐらいって何？何歳の人？27。あ、27、1個下なんだ、うん。付き合ってどれぐらい？5ヶ月ぐらい。5ヶ月ぐらいなんだ、うん。ラブラブ？微妙なんだ。気をつけてね。じゃあね。じゃあね。てか傘買いなよ。傘いいよ。まあ、自分が、まあ、これパーカー買ってもらった車。自分が嫌なことはしないっていうルールだから。いや、わかんないじゃん。彼氏持ち、彼女持ちでも始まる可能性あるじゃん。ない、ない、ない。だってうまくいってないんでしょ。え、うまくいってないんでしょ。うまくいってないっていうか、私は好きなんだけど。ああ、相手が。そう、粗末にしてくる。あ、つかもう浮気になるからバイバイ。やね。でもこれね、あのルートが一緒なんだよ、たまたまルートがね。じゃあ私ルート変えようか。え、ルート変えようか。ルート、うん、どっち行く？え、だから渡るじゃん。うん、まっすぐ行けないの？まっすぐ私右曲がるから。いや、浮気じゃないけど、まあ配信してるし。でも俺逆逆だったら嫌だなと思って。いや、浮気じゃないけど。全く浮気じゃないけどね。いい気はしないよ。でも方向は一緒だった。例えば、うん、クルちゃんとキャサリンちゃんが仲良かったら全然問題ないんだけど、面識もないしね。面識ないし、顔見たことないし。あー、グッタンいらっしゃる。ちなみに どうしようで乗る電車まで一緒だったらやばいじゃん。何線乗るの？何線かは言えない。あ、見バレしちゃうから。じゃあこれまっすぐ行きなよ。俺こっち行くから。ありがとうね、バイバイ。じゃ、行ってないけど俺が嫌じゃん。あー、可愛かったら。カサリンちゃんも可愛いんじゃない？今はね、ちょっと体大きいけど、オーナーも言ってたじゃん、痩せてる時可愛かったって。うん、いや、キャサリンちゃん可愛いと思うよ。嫌われてないでしょ。Yeah.
ちゃんも一人の時間欲しいとかって言うけど、やっぱりそばに置いといた方がいいと思うよ俺を。うん、一人になりたかったら俺が外行くから。多分俺が今日 AK サウナ泊まったりしたらもっと多分ね喧嘩になると思う。もう美月いらっしゃる、おそらくわかんない。あのね、俺たちの形ってまだね、あの一つの形になってないんだよ。今一つの形になってる段階だから、今はね離れなくていいと思うけどな、まあ、分かんないけど。のりんないらっしゃい、おはよう。あー、またこれ洗濯物増やしちゃったな、ごめんなさい。何言われてもあんま嫌いにならない。あ、ココアおはよう。あのスクレさんね、多分例えば 2LDK の部屋に暮らしたとしても俺の性格上ね、あの寝るときはもちろん一緒なんだけど、常に一緒の部屋で過ごしたいタイプだから多分意味がないと思うな。うん、まあ配信は別々にやれてもね、うん、いや意味がないと思う、うん、ゼロワンのせいでまた始まった。俺なんか悪いことしたかな。あのさ DV とかないけど、俺が気持ちで洗濯物ごめんねってやってもらってるから謝っただけだけど、俺家のことやらないから。俺なんか今した？キャスバーでももうちょっと気持ちよくなって、まあでも俺ぐっと抑えたけどね。俺今なんかゼロワンのせいでってなんか俺なんかした？俺パルパルラブホ行ったけど、だってそうじゃないの？キャサリンちゃんだって自分がしてほしくないことを自分がしたらね、気持ちよくなったキャサリンに違うじゃん。例えばパルがね隣に座らせようとした時に隣に座ってね、こう俺よくこうやって肩回す癖あるけど、そういうことやったりして喧嘩にならないように気使ってたつもりだけど、理性働かしてね、なんでそんなこと喧嘩になるの？俺ちゃんと考えて行動してるけど。